マリオ・アルベルト・ノブレ・ロッペス・ソアレスは、ポルトガルの政治家、ポルトガル第三共和政下の第四代大統領、元首相、リスボン大学で歴史、哲学及び法律を学び、1957年、大学教員、弁護士となったが、アントニオ・サラザール首相の独裁体制に反対する運動に加わり、たびたび逮捕された。1970年にはフランスへの亡命を、 余儀なくされ、バンセンヌ大学、パリ大学、レンヌ大学で教弁を取った。また当時フランス亡命中であった、ポルトガルの社会党に加盟し、初期長に押された。1974年4月25日、カーネーション革命が勃発すると、ポルトガルに帰国、社会党の代表として、臨時政府で外省を務めた。新政権内では、共産党の勢力拡大を抑え、 国軍運動の陰謀とも戦った。1976年大統領直接選挙でアントニオ・エアネス大統領が就任すると最初の首相となり、その後1983年にも再び首相に登用された。首相としての最大の功績はポルトガルのヨーロッパ連合加盟を成功させたこととされる。1986年社会党候補として、 大統領選挙に出馬し、革命後最初の文民大統領に当選した。1991年大統領選挙でも再選され、1996年まで10年にわたってポルトガル大統領を務めた。議会の勢力関係により、保守派のアニーバル・カバコ・シルバを首相に任命して政権運営に当たらせた。国際的にも人権問題でしばしば発言している。 大統領退任後、1999年から2004年まで、社会党からヨーロッパ議会議員に選出されている。歴史家としての著述もあり、著書は30冊を超える。日本にも、大統領在任時には1989年の、体操の礼、1990年の即位の礼格、出席、1993年、1995年の4度、 訪問している。1993年は、鉄砲伝来当避ポルトガル就航四450周年を記念しての国賓来日であり、日本からポルトガルにも、高窓の宮のりひと新が訪問している。2017年1月7日、死去、92歳つ。ありがとうございます。